しまかぜです。スピードなら誰にも負けません。速いことしまかぜのごとしです。はい、ということでですねはい、こんばんは。スーパーハイレグ女子のあまちちゃです。はい、今日はね、てかましちゃんのコスプレをしました。はい、ビッグかぶってカラコン、ビッグかぶってえらい、いやはい、ということで、今日紹介する作品は艦隊コレクション、通称艦コレですね、を紹介したいと思います。これはですね、 DMM さんと角川ゲームズさんの共同開発した DMM.com が、ブラウザーゲームとして配信している育成シミュレーションゲーム、およびその、ね、メディアミックス作品とかを通称、ね、総称して艦コレって呼ばれています。プレイヤーが、提督っていうね、あの提督さんが、あの擬人化したカンムスって呼ばれてる、艦隊を擬人化した女の子を、1艦隊につき 6隻まで編成して、で敵と戦闘して勝利を目指すっていう、でカードゲームシステムはカードゲームとシミュレーションシステムを合わせたものになっていまして、あの大破するとね、あの服が破けていったりするというね、とても嬉しいゲームとなっておりますっていう感じですかね。ですよね。あ、このね、配信では私の好きなもののお話をするんですけど、私間違えたことめちゃくちゃ言うし、あの、補足とありましたらぜひコメントでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。でですね、あ、そうですね、2015年の1月から3月で、12話ワンクールね、アニメが放送されていまして、2016年に、映画化もしていますね。で、はい、でもカンコレはあの、すごいゲームのイメージが強いのかな。でも、ね、今アズレンとかね、すごいあの、やっぱ擬人化といえばなんか、カンコレっていうイメージが前ありましたね、私としては勝手にで、この配信ではあの現役コスプレイヤーが教えるオフパコ講座、コスプレといえばオフパコみたいなね、あの感じでオフパコ講座をしているんですけれども、あ、オフパコというかね、ナンパかなって思うんですけど、まあでも島風は島風型の、ね、駆逐艦島風型なんですけど、あのカンコレのコスプレをしている時に自分がどんな人にナンパされたいかとか、ナンパしてたかって考えた時に、やっぱりね、同じ方の方のことを、ナンパしてましたね。夕立ちゃんしてたとしたら、あのしぐれちゃんとか、あの白露型をナンパするみたいな、なんか、似た艦隊をナンパしやすいのかなって思います。そしたらやっぱり一緒に写真とか撮れるとね、すごい嬉しいなって思うんで、今回はね、ちょっとナンパ講座でしたね。あ、そういう意味では提督最強ですよねなのかなって思います。はい、ちょっと全然いつも当てにならなくて怒られそうなんですけど、ちなみにオフパコできる確率は 1% 未満だと思ってください。でも 1% 未満だからって言って諦めるんじゃなくてね、そこでね、なんかどうにかしてできるかなって思った方が人生楽しいと思ってます。はい怒られそうはい、この配信最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。だらく